はい、皆さんこんにちは。アドラー心理学専門チャンネルで、今日のテーマはアドラー心理学から考える軸ね、縦軸横軸、この軸思考についてお話しいたします。で、結論先に言っちゃいますね。三大特徴、その軸を持った生き方をすると、一つはね、ミッション、使命、これを持った生き方になっています。自分のミッション、使命は何だろうか。命を使うという言葉で使命と書きますよね。で、これは何なのか。もう一つは心身統一。心と体がバラバラではない。やってること、言ってること違う。もう 一種の統一思考。これが二つ目でございます。三つ目は貢献すること。このような生き方は何なのか。こういうことで、軸思考をお伝えいたします。で、軸というのを私ね、大事線っていう辞書で引いてみたんだけども、よく使われますよね。で、この頃流行ってるのはね、自分軸。やたらいろんなところに見るんです。ね、自分軸を持とうと。もともとは車軸、ね、地軸、座標軸、対象軸。まあ、こういう言葉ありましたが、それがいつの間にか自分軸というふうな風に使われるようになってますね。軸って何なんだろうか。私は言葉にこだわる人間でございます。大事線という辞書では、車の心棒、回転の中心となる棒、基軸、車軸と言います。二つ目は、中心や基準となる直線のことを言います。地軸、座標軸、対象軸。もう一つは、物事の中心、大切なところ。で、この三つの中でですね、全部出てる言葉あります。中心なんですよ。つまり軸とは中心である。こういうふうに、まず、定義づけて入っていきますね。で、私も結構ね、この軸という考え方は講座の中で使っています。言葉にしないでも、例えば組織というものは、その生産性の軸と人間性の軸、なんて言ったりしています。もう一つは、まあ、生産性と人間性というのは車の両輪である。車軸でもありますね。まあ、こういうふうなこと結構言ってます。リーダーシップ理論でも二軸なんて言ってね、いわゆる生産性と人間性のことをよく言ってる人もいます。軸っていうのは結構使われています。で、まずこの軸について、私はミッション、使命を持った生き方ということでお伝えしたいんですけどもね、非常に参考になった本があります。スライドにも出てますけども、日本的勤勉の罠といって、柴田正治さん、スコラコンサルタントの創設者、であって、オフサイトミーティングっていうのを流行らした人なんですけども、この本に目が覚めるような記述があります。で、日本の生産性というものが、この間製造業でですね、世界の27位というふうな発表がありました。どん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 日本の生産性は下がっているというふうなんですね。で、それは勤勉っていうのは本当にいいんだろうか。で、今までの勤勉っていうのは、枠の中で一生懸命頑張る。そして場は閉じた場である。役職によってね、意識が違っている。そしてもう結論ありき。ミーティングやったとしても、あ、なんでやっぱりこの結論かになってしまう。で、仕事のやり方も予定調和、前例踏襲とかいうことなんですが、柴田さんは勤勉であることは悪いことではないよ。これをね、考え直そうじゃないか。で、それはどういうふうかというとですね、軸思考を持とうじゃないか。軸ね。ここで使ってるんです。で、彼によれば、軸思考というのは常に意味や目的、価値を考え抜く姿勢であると。こう書いています。そしてその場は開く場。開く場、オープンの開くもあるし、育てるという意味合いもあります。そして仕事に向き合う姿勢としては、役職意識ではなく、役割意識で臨もう。これなんですよ。それぞれ役割があるから、その役職で遠慮するんじゃなくね、活発な討議しようじゃないか。そして結論にしても、その開かれた仮説。で、これ未完成ということです。完成じゃないんです。ここからどんどんどん進化していく。それには試行錯誤し、問い直しして、どん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 作り上げる。だから開くということになるわけですね。で、これを私は別な形で言うと、このね、常に意味や目的、価値を考え抜く姿勢というところに着目すると、ミッションということになります。で、ミッションとなると使命。これは三つよく言われます。ミッション、ビジョン、バリュー。よく三つのことを言われます。まあこの通りであります。いちいち細かくは説明しませんけれども、広い意味のミッションは、ミッション、ビジョン、バリュー。協議、ビジョン、バリュー。これを含めて、トータルのミッションというふうに言います。で、
これを持つとどうなるだろうかっていうと、よく例え話で言われます。イソップ寓話でレンガ積み職人の話、問うた人は何やってんですかというふうに聞いたわけです。で、一人の人は親方の命令でレンガを積んでるんだと答えました。親方の命令だ。こう言いました。二人目は何やってんですか。仕事大変なんだけどね、お金がいるからさ、やってんだよ。こんな感じですね。もう一人の人は生き生きしてるんです。何をやってるんですか？レンガ積み職人。同じですよ。後世に残る大聖堂をここに作ってるんだ。こんな仕事につけてとても光栄だ。こんな風に言ってるんです。つまり、レンガに関わる仕事にしても、ミッションがあるなしでこんな風に違う。どのタイプが一番モチベーション高いかというと、やっぱり私はね、大聖堂を作るというミッションの人じゃないかなというふうに思っております。これが一つ。二つ目は、心身統一。これ心身だけじゃなくていいですよ。言行一致でもいいんですよ。統一ということに力点を置きたいんです。で、私は、ヒューマンギルドをやりながら、いろんなところに講座通っていて、心身統一、合気道っていうのもね、通ってたことあるんです。そこで盛んに心身統一の四大原理ということで教わっていた。ここで言うのは、成果の一点。おへその下の一点です。ちょっと触ってみていただけますか。親指をおへそに当てるような感じ。澄む感じ。下っ端ね。そうすると、成果の一点に心を沈め統一する。澄んだ領域。そして、全身の力を完全に。これは脱力じゃないんです。統一された状態で、緩めるところは緩める。これです。そして三つ目。体の部分の重みをその最下部に置く。足の裏です。頭ではありません。重みを最下部に置く。そして、四つ目、気を出す。で、私ね、これね、ふざけた話で、指先で人間持ち上げさせるとたくさんやりました。ね。これはね、心身統一でレッスンするんです。で、ここで言える言葉、成果の一点っていうのは、先ほどの一点でございますね。で、最下部に置く。これになります。この状態にすると、押しても引いても揺らがない。ね。こういうふうな、体としての揺るがない、要するに中心を維持できます。もう一つ、心として揺るがない中心を確保できます。そういう点で、心身統一と絡んでいる。で、これが絡むとどうなるかというと、よく知識、見識、探識と言われますけども、知識レベル、そして見識レベルだけじゃなくね、決断力や実行力を持った知識や見識。これを人間学では、短識と言います。肝っ玉です、ね。これが備わった状態が、やはり、その軸なんじゃなかろうか。これが第2点でございます。そして第3点。これが一番アドラー心理学らしいところです。貢献する生き方。で、アドラー心理学の中で、一番売れてる本、どうすれば幸福になれるかって本です。これペンギンブックスになって、1000万部ぐらい売れたはずで、アドラー自身の本なんかずっとね、ウルフの本の方が上回っている。その中で、幸福というものを定義して、どういうふうなのが幸福と言えるんだろうか。っていうとね、物を持つことが幸福なんだろうか。ある地位につくことが幸福なんだろうか。ある状態なんだろうか。っていうと、ウォルター・ベラン・ウルフは、doing の幸福論。行うこと。彼によれば貢献することなんですね。で、どうすれば幸福になれるかって本の中に、こういうことが残っています。幸福を見出すためには、自分ちの外に焦点を合わせて、つまり自分以外にですね、探さなければならない。自分の自我を捨て、同胞のために尽くして初めて生きることの意味は理解できるんだ。貢献の大切さを言ったものです。ただ、貢献っていうとね、貢献疲れがあるんですよ。いかがですか？そのことについて、フローレンス・ナイチンゲール。この人が非常にいい言葉を言ってます。これは、ちょっと二つの言葉抜けちゃってますが、自己犠牲なき献身。自己犠牲ね。自己犠牲なき献身こそ真の奉仕。こういうことを残してます。自分が犠牲になってしまうと、これは奉仕にならない。貢献にならない。自分も生かしながら他者も生かす。これがね、真の奉仕であるというようなことを言葉として残しております。そこでね、貢献というものをイメージしたときに、最近ですよ。去年のことですけど、あるメルマガで、ハーバードビジネスレビューに書かれた文章の中に、非常にユニークなものがあります。誰かの役に立ってるという思い。
これはモチベーションと大きく関連しているという話でございます。アメリカのプロフェッショナルを対象にした、調査です。10人中9人がより意義深い仕事ができるなら、報酬は下がっても構わないと回答しているんです。で、そのことはエンゲージメント高い従業員はパフォーマンスが高く、バーンアウト、燃え尽きもせず、勤続年数が長い傾向がある。こういうふうなことであり、従業員のモチベーション、エンゲージメントを高める方法は数多くある。中でも、パーパス校、ミッション、ビジョン、バリューを呼び覚ますパーパス。こちらから持ってきた仕事文化を作ることが重要だ。さらには、自分が誰かの役に立っていると感じるほどほど、心理的、精神的、身体的健康にポジティブな影響を与えるものはない。こういう結論の論文なんですけども、大事なことは、常に相手のためにと忘れない人は、より幸せで、より充実した毎日を送っている。サービスすること。というマインドセットを推進し、それを企業文化の中心にし続けている企業は、従業員のエンゲージメント、モチベーションを高め、その恩恵を得ることができるはずだと。こういう結論なんです。そこで、私は、共同体感覚というと結びつけて、自分軸ね。ここでは自分軸という言葉で統一しますけれども、その自分軸というのは、利己的なものだと思わないんですね。なんて言うんでしょうか。自分しか考えない。なるところセルフインタレストです。しかし、その自分軸の中に、先ほど言った、その使命を持ち、ね、そしてさらには統一された状態であり、貢献するということであれば、利他軸が生まれます。この利他軸がソーシャルインタレスト、共同体感覚であります。そして、その自分しか関心がない、セルフインタレスト、自己の関心しか関心持たない、こうなると利己軸になってきますね。この利己、軸になるとアドラーの言葉がぴったり合う人になっちゃうんです。アドラーは我々が反対しなきゃならないのは自分自身への関心だけで動く人である。この態度は個人と集団にとって考える最も大きな障害である。こういうふうな書き方しています。私はね、自分軸必要だと思うんです。ただ、利己軸ではない。常にその中に利他軸も持ち合わせた。やっぱり車輪という中心というものはタイヤとタイヤを結ぶものです。軸というものはその中心であるとともに何かを結びつけるものです。そういうような結びつけがなければ本当のね、意味の自分軸にならないんじゃないだろうか。私はエゴイスティックな、そして利己的な動機の自分軸は否定します。ただし、しっかりとソーシャルインタレストに導かれるような自分軸であれば、大いに結構だろうというふうなことで、まとめると、軸を持った生き方というのはミッション、使命。私は何によって生かされているのか。そして、統一された状態があるんだろうか。貢献している自分であるんだろうか。そんなふうなことをもとに、自分軸というものについて改めてね、アドラー神学が共同体学を交えてお伝えいたしました。ヒューマンギドいろんな活動をやっております。法人研修もやっていますし、研修、講演、カウンセリングやっております。どうかご縁というものをいただければありがたいと思いますし、入会、メルマガ登録、その他つながる方法もありますので、チャンネル登録、いいねとともによろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。